はい、どうもこんにちは、 N スタジオのリエです。スターオーシャン6の体験版の続きをやっていきます。早速ね、西側からなら登れるんじゃないかということで、多分これのことでしょう。バツでジャンプすると高い場所に飛び乗ることができる。 OK。 はっ、アイテムとかはない？これね、あ、これは登れない。あ、そこか。よ、これ乗ってこっちかな。暗くて視界が悪いですからね、足元に気をつけてください。またさっきみたいなのが出てきたら嫌だな。あれだ、この辺りの犬し、そう簡単には現れないはずだ。いいよ、はい、痛い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 、レティシアに変えて、俺に任せろ。上飲んじゃねえよパサレイ。よし、二人とも結構身のこなしもいいな。モンスターとの戦い慣れてるみたいだし、ここいらに住んでる連中はそれくらい普通なのか。ええ、まあある程度。よいしょ、これは登れるやつだな。登った後はこっちでいいかな。はい、あったあった、入り口。なメドゥーヌの遺跡、本当に広そうだな。このオーシディアス王国の理術の歴史に必ずその名が登場する。古代の理術師たちの都市です。知らない言葉については後で聞かせてもらう。あの崩れたあたりまで行くぞ。よい、それオッケー。崩れた当たりところというのはあの真正面でことだね。遺跡というか廃墟だな。道が閉ざされていないか心配だ。人が訪れなく久しい場所、足場が脆い場所もあるかもしれない。あんたたちのガイドを頼んで正解ってことだ。我々の知識として知っているだけ、足を踏み入れるのは初めてだ。油断する。硬い。よし、地図的にはこっちに行って行こうか。どんな歴史があるか知らないが、野蛮な先客しかいないようだな。この国はまだ今の形になる前、ここは大陸西部に起こった国の中心でした。この地でこの国の現在につながる多くの文化や知識が生み出されたと聞きます。時代が変わって荒くれ者が集まり、やんちゃするようになったということだ。よっよっ、危ないな。あいていていて、それよいしょ。ちょっとスキルいじってみるか。トップにしてパーティーキャラクターのパラメーター確認は並べ替え、装備の変更はできる。 OK。 この辺はなんとなく今までのシリーズで知ってるけどね。パーティーメンバーは三角で入れ替えモードですることで順番を入れ替えられると。 OK。キャラクターを選ぶと装備メニューを開くことができ、所持している他の装備と変更できる。 OK。 スキルツリーとかはアイテムね、コレクションシステム、とりあえずスキルとかはまだないっていう感じ。あ、あるか、スキル強化、
キルツリー。オッケーオッケー。これでアタックがプラスなって、うんと、ガッツアップ、アウトレイジっていうのが覚えれるのかな。ああ SP が足りませんと。100必要で今50しかないと。 ATC やは体験場だからな、とりあえず技を見たいってところかな。アベラルドはいけるじゃん。で、リンクコンボ、リンクコンボ、バトルスキル、ユーズアイテム、アクティブ、スキルを各ボタンと長押しに設定できる。リンクコンボに設定されたコードはボタンを押すたびに順に実行される。あ、結構これ考えてつけないとってやつか。なるほどね。レイモンドはほかにでも技はないでしょ。まだこんだけだもんな。お、アイテムはラッキー、ラッキー、守りのリング。目的地がこっちか。こう行ってこっちか。この中っぽい。早速レイモンドのやつ使ってみよう。エスケープ？ああ、なるほど。アベラルドがそんな離れてたってことね。ああ、スターオー3でのあれだな。ネルの技に似てると思ったわ。北陽戦でそういやその技あったな。ネルちゃんの技か。女の子が使ってほしかったな。チャンスはできてます。これがこうね。オッケー。オッケー。アイテムとかありそうなんだけど、とりあえずは行こう。どうだよね。見えたか。エロい。よっ。よいしょ。ふいふい。どこ行った？落ちてった。え、あいつどうすんの？おい、終わったな。行っちゃった。結構ダメージ食らっちゃったね。おい、これがクイック回復か。脱出ポットの信号あり。乗員信号。フィールド攻撃、オブジェを攻撃すると破壊できるもの、壊す相手を見つかることがあるため、壊そうなものがないか探してみよう。 OK。 ありません。きっとデバイスが壊れてるだけだ。そう信じるしかない。仲間がいるだと。これはなんだ。ラッキーブルーベリー。こういうとこに落ちてたりするんだ。ってことはこれもアクアか。
機。ここにもアイテム、ファイヤーボルト。着いたぞ、この遺跡の中だ。急ぎましょう。オッケー。今回紋章術ってないのかな。ありそうな気がするな。頼む、無事でいてくれ。これは箱か。エレナ、バカ野郎。レイ？俺のせいだ。俺が見え張って積み荷を逃がそうとしたから。エレナ、すまない。レイ！製造番号004213、リュマ起動、保護対象を確認。何なんだこいつは。保護対象に警告。恒星体の接近を検知、保護モードを開始。姫、ご無事ですか。ええ、でもこれは一体。話は後だ。もうどういう状態？戦闘に備えてください。デュマを活用した戦闘。バトル中デュマが一緒にいると R1 でデュマの力を借りた特別なアクションが使えるようになる。このアクションは発動の際 VA ゲージを消費する。シールド、R1 を押してる間はシールド発生するんだ。ヴァンガードアサルトっていうんだ。高速突進攻撃を可能にするアクション。 R1 を押すとキャラクターが浮かび上がり、離すシールドを展開したまま敵に突撃する。ほうほうほう、ちょっとやってみないと何とも言えないな。ブラインドサイドとヴァンガードなんちゃらか。ヴァンガードゲージ、フリーアタック中に方向転換すると。あ、よし、とりあえずやってみよう。分かってるよ。警告、エネルギー残量スピードモード低。おお、発動停止。多くね、スインケスレイヤー。よいしょ、はい、逃げろー。こっちだ。こういうことか、オッケー。実用度、よいしょ。うわ、AP めっちゃ増えてんじゃん。あ、これでチャージ。離すとターゲットに。構成反応。なるほどね。活動停止。こいつが親玉か。ゴーレムかと思ったけど頭にチンケ乗ってんじゃん。ターゲット部位を複数持つ敵、胴体、尻尾、頭などの部位破壊があると。
攻撃する分によっては本体に攻撃した時よりダメージを与えられたり少ないヒット数でひるませることもあると。 OK、 またチャージしようかな。警告当たる。一旦ちょっと動いて、あ、あっつい。No way, B。 頭頂部の敵をターゲットで、ちょっとちょっと近い近い、あいた。オッケー、これで警告、エネルギー残量不足。アイテム使用、ブルーベリーをアベラルド。あれ使用できてない。オッケー、チャージ、うーん、ゴー。オッケー、何なんだこの力は。貴様の荷物なのだろう。俺は運んでただけだからな。お前デュマっていうのか。これはどういう仕組みなんだ。おい、さっきはいろいろ話してくれたじゃねえか。すごい、すごいわレイ。その力は理術ではないのですか。その理術っていうのは紋章術みたいなもんか。紋章。あ、いや、とにかく二人とも付き合わせて悪かったな。助かった、これも返す。この後はどうなさるおつもりですか。行方不明の仲間を探しに行くことになるな。この国は広大ですよ。歩いて行かれるのですか。道中ロギンなどはどうされるのです。空飛ぶ乗り物が落ちたなら海をまたいでいるかもしれませんよ。レイ、どうか我々に力を貸してください。見返りにあなたの仲間を探す道行きをお手伝いします。お互いまだ名前しか知らない仲だぜ。ええ、ですから私たちはもっとお互いのことをよく知るべきだと思います。姫、アベラルド、私は彼に協力を仰ぎます。その結果起こることは全て受け入れます。私の名はレティシア・オーシディアス。このオーシディアス王国の第一王女です。このアベラルド・ベルグホルムは側近の騎士です。ほう、あんた本物のお姫様だって。信じていませんね。あんたたちが俺を怪しんでるのと同じくらいにはな。この遺跡から南に下った場所にラーカスという村があります。そこで我々のことをお話ししたいのですが。ケン、しばらく借りっぱなしになるぜ。武器をお渡しすることが我々の信頼の証です。朝か、まったくとんでもない一夜だった。ええ、まるで世界がひっくり返ってしまったみたい。おーい、結局仲間は見つからずで、このデュマンっていうのが見つかったわけだ、積み荷が。で、今から村に向かうと。ラーカスの村ってのは遠いのか。今から出れば夜までにはたどり着けるだろう。お前徹夜明けで夜までとかバカ言うなよ。一つ思いついたことがあるんですけど、
この子なら危険な場所を飛んで避けることもできると思いませんか？できるのか？デュマちゃん、恥ずかしがり屋さんなんじゃないですか？ね？VA を使った探索。戦闘中でなくても VA は使用可能。高いところに相手を見つけたら VA で飛んでいってみよう。飛ぶと衝突してしまう箇所がある場合にはカーソルの色が変化する。衝突する箇所が登れそうな場所に近い場合、衝突後自動でよじ登ることができる。うまく活用しよう。フリー VA。 カメラを動かすができ、アリーチを離すとカメラが向いてる方向に突進する。空中でバツを押すことで滑空状態になりゆっくりと降下できる。滑空中は L で移動できると。再度バツを押すと滑空状態を中断できる。 OK、 チャージ。すげえ。探索の幅が広がりすぎてないか？戻る道となると行きと景色が変わるわね。お、方角は合っているかしら？ご安心ください、正しい道を戻っております。サプライズアタック。OKOK、これはいつもと一緒だね。こんだけ壊れた遺跡じゃ慣れてるやつでもわからなくなるよな。ヘイトレイダー。待機中またはデュマのシールド発動中は操作がキャラクター周囲に炎上のレーダーが展開される。レーダーには敵のいる方向や状態を表すマーカーが表示される。小さい白い点。操作キャラに気づいてない敵。 OKOK、 それで回避取ったりとかできるようになるわけだな。よいしょい。よいしょ。構成反応活動停止。構成反応の消滅を確認。だいぶ慣れてきてはいるけど。よっ。この古い建物を抜けていくのよね。はい、入り組んでいますから方角を見失わないように。南側が遺跡群の出口。ジャスト回避。これ何回かやってるな。もう簡単に越えられたりしないか。腕が。よいしょ。構成反応活動停止。 AP がない。よっ。ああ、なるほどね。こういう使い方もできるわけだ。攻撃してる最中に突進とかね。ちょっともう一戦闘ぐらいしたいな。この辺いない？よし。あ、いた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 。最大 AP の座攻撃しよう。ライドサイド攻撃成功する。あ、オッケーオッケー。遅れを取るなよ。増加されるとね。必要だ。警告、エネルギー発生反応アクセラレート。息が上がってきたぜ。撃破。ちょっと AP 回復と。実用度出力。 OK、 ベンチまでだいぶ近づいてきたから。道を外れたら貴様だけ置いていくから。アベラルド。おっ、あと少しかと思います。落ちた。前方敵だ。言われなかった。操作がちょっと難しいな。構成反応なし。まさかのエスケープしちゃったからな。よいし
あ、いなくなった。警告発生反応。活動停止。そこに、あ、焚き火があるのか。休憩。少し休んでおくか。ここは？それ。オッケー、これで壊せたかな。ラーカスの森。遺跡の出口が近づいてきましたね。えい。ラーカスの森。オッケー。こっから村まで行かなきゃいけないと。この森を南に抜ける必要がありますね。ええ、ひとまずは南東方面かしら。ちょうど私たちが出会ったところの近くを通りますね。そうか、通り道ならちょっとポットに寄らせてもらってもいいか。構いませんよ。向かいましょう。では、そうですね。一旦ポットのとこまで行っちゃいましょう。まず、兄貴と話していいか。兄貴、聞こえるか。レイ、降りてきたポットには誰かいたのか。積み荷だった。イーダスが落ちる直前、エレナが脱出させた。エレナが？まさか。俺は艦長として乗組員の無事を最後まで信じなきゃならない。そうだろう。ああ、俺はクロエを探しに行く。昨日の二人と行動することになった。信用できるのか。現地人の案内は貴重だ。そうでなくても話せば分かる人間で、俺を助けてくれた。それで十分だ。分かった。俺もできるだけ早く救助に向かえるようにする。親父にも心配すんなって言っておいてくれ。親父じゃなくて、俺に救助要請したこと拗ねてたぞ。めんどくせえ。なあレイ、一緒に行く二人と少し話させてもらえるか。なあ、二人とも兄貴が話したいらしい。な、何？何でしょうか。ああ。昨日はこちらも動揺して失礼なことを言った。顔が見えない状況ですまないが、改めて自己紹介させてもらう。アントニオ・ローレンス、そこにいるレイモンドの兄だ。アントニオ様、私はレティシア・オーシリアスと申します。一緒にいるのが、アベラルド・ベルグホルムだ。レティシアさん、アベラルドさん、お二人にとって弟は怪しさ満点だろう。だがどうか弟の力になってやってほしい。俺たちローレンスファミリーは歴史ある商人だ。受けた恩には必ず報いる。ご安心ください。弟さんの旅の安全は我々が必ずお守りいたします。感謝する。レイ、お二人に迷惑かけるんじゃないぞ。それじゃあ行ってこい、オーバー。愛されてるのですね。いつまでも
子供扱いが抜けないだけだ。さ、いい加減ベッドで横になりたい。出発しようぜ。ええ、行きましょうか。さ、村へ向かおうぜ。ええ、ラーカスの村は南の方だ。こっち方面ね。オッケー。じゃあまたちょっとそこまで一気に行っちゃいます。ラーカス地方に入ったな。おい、南へ進むぞ。ああ行こう。木が茂ってないだけ進みやすいな。そうですね、ここはだいぶ歩きやすいです。はい、というわけでラーカス地方の方に着いたんですが、もうちょっとしたら村に着くっぽいんで、やっていこうと思います。よいしょ、こっちだ。だいぶ戦闘経験積んだから。よっしゃ、よっしゃ、かっこよく動けるようになったでしょ。あと 400m 先か。で、どうやら R2 でスキャンしたらアイテムの位置とかがわかるみたい。総員、戦闘準備。これあると便利だよねいう話です。なんだお前、耐えてみな。構成反応、活動停止、警告、エネルギー残量不足。あと200ちょい。姫、西側にあるのがラーカスの村です。西ね、分かったわ。ふう、村に着いたらゆっくり休みたいぜ。分かったから貴様はおとなしくついてこい。出力警告。よっ、ちょっと回復して。よいしょ、よいしょ、いけるぞ。あやまか、エネルギー残量不足。勝てねえよ。活動停止。使いますね。そこね。オッケー。早速村へダッシュ。なんかこの辺から村の雰囲気出てるね。この辺はもう敵がいなさそうだ。村がだいぶ近づいてきましたね。ここですね、到着。やっと着いたか。疲れましたね。宿へ行きましょうか。こいつ隠した方がいいんじゃないか。目立つだろう。多分大丈夫です。美術史のオーブと。ここだな。ここ、ああ、途中で話遮っちゃったな。あ、ここか。休めると会話がある。おや、私と勝負がしたいのかい。ソーアのデッキ。いらっしゃいませ。旅の
旅の方です。宿泊する HP を全開する、さらに食事をつけること、さまざまな恩恵を得られる。効果には制限があるが、どれも強力なので積極的に活用しよう。野菜炒め。どうぞごゆっくりおくつろぎください。やっぱり人間、ちゃんとした料理を食ってこそだな。それで何から話す？レイはどこから来たというのです？今までで一番わけわかんねえこと言うからな。俺は空の向こう側からこの星に来た。空の向こう？この星？山の向こうに別の町や村があって、川や海の向こうには別の陸地があるだろ。そして空の向こうにはこことは別の世界がある。星の世界？どの星ですか？落ち着けって。とても人の目には見えない星だ。あまりにも荒唐無稽すぎる。本当ならこの星の人間が何百年もかけて理解していく話だからな。俺は星と星を行き来する運送業をやってて、デュマはその積み荷だった。俺の船イーダスがよその星の軍艦に落とされて、この星に避難してくることになった。俺が探してるのはそのイーダスのクロエってクルーだ。見知らぬ土地で仲間とはぐれたのなら心配ではないのか？クロエは妙に勘が鋭い上に語学オタクでな、案外しぶとくやってると信じてる。さ、今度はそっちの番だ。一国のお姫様が音もたった一人だけ連れて、なんでお忍びの旅なんかしてる？私たちの目的も人探しです。メドゥームの遺跡にはその方の目撃情報があったのです。我々がクロエさんの捜索に協力する代わりに、レイにはその方をお連れするのにご協力いただきたいんです。俺みたいなよそ者が何か役に立てるのか？気難しい方なのだ。王家の権威より貴様の存在の方がきっと興味を引くだろう。なるほど、厄介そうだ。私たちが探している方の名はミダス・フレグリード様。かつてオーシリアス王国の三賢者と呼ばれた最高峰の理術師です。あ、やっぱりこれにもプライベートアクションがあるんだ。街のどこかに仲間に話しかけるとプライベートアクションが発生することがある。 PA の展開時次第で仲間からの好感度は変化するので、選択肢を慎重に。気になる仲間を探して親睦を深めよう。最高峰の理術師を探す旅か。ま、闇雲に探したってクロエが見つかるとも思えないしな。お前どうも。疲れてるはずなのに目が冴えてる。少し散歩でもするか。お、早速宿出たらアルベルトがいるじゃん。あ、バーニーだ、かわいい。よし、おい。お前も寝つけねえのか？考え事をしているだけだ。貴様と一緒にするな。旅の仲間だろう。あんまり突っかかんなよ。誰が仲間だ？そうそう、夜遅いんだから大声出すな。お忍びなんだろ？貴様に限らず、姫は誰にでもお声をかけられる。親しみのある王族といえば聞こえはいいが、気安さは頼りなさの裏返しだという者もいる。お前一人が気を張ってたって人の性格は変わらないだろう。私以外にいさめる者がいないのが問題なんだ。はあ、気苦労が絶えないな。せめて早く休めよ。姫が寝つけないとおっしゃって
散歩に出られているのだ。何かあったらすぐに駆けつけられるようにせねばならん。そうか、お疲れ。これも従者の務めだ。邪魔をするな。貴様も下手にうろつかず、さっさと寝ろ。はいはい。たぐ、そんな邪険にしなくてもいいのによ。アベラルドだ。名前を覚えるの難しいな。で、姫様はこっちにいるってことかな。いたいた。何の？どうしました？寝つけないのですか？ああ、ちょっとな。眠くなるまで散歩をしていたんだ。申し訳ありません。無理に我々の事情に巻き込んでしまって。協力するって決めたのは俺だ。今後俺一人じゃ飯も宿もどうにもならないからな。そっちも遠慮なく頼ってくれよ。なら、そうさせてもらいますね。そうそう、不景気な顔してんのはアベラルド一人で十分だ。私を心配してくれているからなんです。悪く思わないであげてください。わかってるよ。いろいろ事情があったんだろ。気苦労も多そうだし、あんな顔になるのもわかる。聞かないのですか、そのいろいろを。ここは王国で、アベラルドはずっと帝国を警戒してた。そんな王国のお姫様がお忍びでザイヤの賢人探し。大筋は想像できる。お互い大変な道行きだ。せめて楽しく旅しようぜ、お姫さん。それなら一つお願いをしてもいいですか？なんだ？あんたとかお姫さんって呼ばないで、私のことは名前で呼んでください。またアベラルドが怒りそうなこと。お忍びの旅ですから、その方が私楽しい旅ができます。いいですね、レイ。了解。話したら少し気が楽になりました。戻って眠ろうと思います。レイも早く休んでくださいね。ああ、おやすみ、レティシア。はい、おやすみなさい、レイ。さてと、宿に戻るか。そういや、武器このまま使っていいのか？ええ、差し上げます。村にもお店がありますから、明日見てみましょう。そうだな、準備は万端にしないとな。ようやく眠れそうだ。宿に戻るか。はい、というわけで宿に戻りますと。邪魔するぜ。久しぶりに手足伸ばして寝られる。はい、お一晩明けてと、夜を過ごしたあとは外に出ろと。はい。お、今日から改めてよろしく頼むぜ、レティシア、アベラルド。おはようございます、レイ。今日はどこに行くんだったっけか。ここからさらに南にディベルという鉱山街がある。まずはそこだ。そうか、久しぶりにまともなベッドで寝たから頭がまだ目覚めきってない。寝ぼけてモンスターにやられても助けんぞ。はい、というわけで今回ちょっとここまでしようかなと思います。いや、意外と体験版にしてはボリュームあるなっていう感じですね。いやー、いいね、スターオーシャン。今後またやっていこうと思います。まだ続きそうなんで、続きまた上げようと思います。チャンネル登録、グッドボタンの方お願いします。次回の動画、またライブ配信まで
またね。